将軍杉不足神社の将軍杉は、静岡県浜松市天竜区横川の不足神社境内に生育する杉の巨木である。推定の樹齢は千年以上といい、聖遺体将軍坂の上の田村マロにまつわる伝説が存在する。静岡県下では最大級の杉の巨木であり、1952年に静岡県指定天然記念物となった。不足神社は、 スサノオの命を祭人として祀る。この神社には、平安時代の797年に、聖遺体将軍坂の上の田村麻呂が参拝したという伝説がある。また、室町時代の1382年及び、江戸時代の1639年と1684年の胸札が残されており、これらの年に、社殿の再建や修復が行われたことがわかる。 神社及びその周囲は静かで、南側にはすがり川が流れている。神社の拝殿後方には一本の大きな杉の木がそびえ立っている。この木が将軍杉と呼ばれるもので、樹高は39メートル、目通り簡易は10.6メートル、枝張りは27メートルに及び、静岡県下でも最大級の杉の巨木とされる。この木の名称にまつわる伝説には平安時代の武人、 坂の上の田村マロが登場する。797年、聖夷大将軍に任じられた田村マロは、江戸征伐へ向かう途上にこの神社へ立ち寄り戦勝を祈願した。その際に、神社の境内で食事を取り、使った杉の橋を地面に刺した者が根付いて巨木に育った者と言い,い、この伝説から将軍杉の名で呼ばれるようになったと伝えられている。いつの頃か不明ではあるが、 ある時この木を伐採する話が持ち上がった。木こりたちが作業に取り掛かろうとしたところ、全員が体にお感を感じて切ることができなくなった。この事態を見た木こりの頭は、神官を招いて、木の霊を祀って、許しをこうた。そしてこの木の樹皮を削って煎じて、木こりたちに飲ませたところ、すぐに体は癒えたという。この話は遠く、関東や農美まで広まり、 1897年頃までは各地からこの木の樹皮をもらいに来る人々がいたという。この木は1952年4月1日に静岡県指定天然記念物となった。浜松市天竜区横川には同名の神社が4社鎮座している。本校で取り上げている将軍杉は横川333の神社境内にある。 人間の目の高さ付近で測った樹木の幹回りの寸法を指す。ABCDEF 渡辺178ページ。ABCDEFGH 牧野130から131ページ。ABCDEFG 有岡106から107ページ。ABCDE 将軍杉浜松情報ブック2014年4月5日閲覧。 ABC 将軍杉天竜地区の文化財浜松市役所ウェブサイト2014年4月5日閲覧静岡県神社紹介浜松市静岡県神社町ウェブサイト2014年4月5日閲覧 ABCDE 不足神社観光情報天竜観光協会天竜観光協会ウェブサイト2014年4月5日閲覧ありがとうございます